はい、今日の話はときめきですね。ときめきが妊活に与える影響ですね。しきちゃんの好きな芸能人の名前も出てきます。はい、しきちゃん。はい。ときめきとかある？時々？時々あるんだ。どういう時にある？かわいいあのワンちゃんの動画とか見た時とか。ああ、ワンちゃんとかね。そうだね。あとなんかドキドキね、ドキドキもすごい気持ちいい方のドキドキ。現実的にはないかな。現実的にはない。想像の中ではある。想像の中でも少ないかな。少ないか。さあ、そこ重要なんですよね。これ、なんだ。脳。脳だよね。脳でドーパミンっていうのがあるんですよ。うん、ね。で、ドーパミンっていうのって気持ちいい系のやつですよね。うん、どちらかというと、まあ、興奮するっていう感じ。なってくるんですけども、どうやらね、なんか論文見たんですけども、このドーパミンが出たら、エストロゲン。うん、エストロゲンって何だった？大事なホルモン。忘れてないよね、これ。うん、こう書くとわかる？大事なホルモン。大事なホルモンだよね。いつ、まあ、女性ホルモンですよね。エストラジオール、エストロゲンのうちのエストラジオールっていうのが、エストラジオールっていうのがあって、まあ、これが非常にその卵育ちましたよっていうのサインとして出てくるっていう感じなので、めっちゃ重要だよね。重要です。それこそさ、だっておばあちゃんとかになると、おじいちゃんよりおじいちゃんっぽくなったりする人いるじゃないですか。おじいちゃんは逆になんかおばあちゃんみたいな人もいるじゃないですか。確かに後ろから見るとどっちがどっちか分かんないみたいな人っているじゃないですか。うん、あれってやっぱりなんかその若い頃そんなことなかったと思うんですよね。やっぱ男は男でっていう感じがあったと思うんだけど、それってやっぱホルモンのなせる技っていう感じですよね。それがやっぱ男性ホルモン寄りになってくるので、っていうのはこれがやっぱりなんていうの、男性ホルモンからこっちになるっていう順番があることを考えると、そんな感じなんですね。そうなんです。でなんでそんなことを聞いたかっていうと、やっぱり妊娠するには最後はこれがこうブリブリ出したい時に出せないといけないですよね。うん、そんな感じ。いいね、ブリブリ出すのいい感じ。ブリブリ出したいね。うん、そうなんですよ。で、このドーパミンっていうところですよね。これがやっぱりね、興奮する時にっていう感じなんですよ。これ重要だよね。今日の、キーワードは興奮。言うな、ちょっと興奮します。最近あんまりしないですね。うん、だからこう脳を興奮させるとこれが出るっていうところの、このなんて一つの論文がありましたので、例えばさ、だからなんかこう妊活って頑張ってると、こうなんか旦那見ても何もときめかないって人結構いるんですよ、世の中って。そうなんですよ。で、思ったもんだよね。本当に、まあ、旦那見ても何も興奮 しないっていう方が出てくるので、そこでね、これもう10年前に先生が考えた作戦なんだけど、旦那さんのことが大好きで、こうなんかもうこの先こういうことはもう知りたくない、このあんなこと聞くんだったらいずれのチャンネルなんかもう見ないみたいな人はちょっと見ないでいただきたいんです。ここでもう一回ちょっとストップしていただいて、興奮していこうよと、しっかりね、していこうよっていうところを参考していただければいいわけなんだけど、これね、興奮っていうのはね、こう、頭っていうのは面白くって、頭っていうのは想像って自由だと思いませんか？うん、うん、想像っていうのは自由で、頭の中っていうものはね、それこそその、現実だからなんだか区別なんかつかないんですよ、はっきり言って。頭のある領域では分かってるんだけど、全体的には分かってないっていう世界になってきますので、なんかしきちゃん、例えば好きな俳優さんとかっていませんか？誰？横浜流星君。横浜流星君。分かんないでしょ。分かんないんだけど、まあそうなんですよ。で、だから例えばさ、まあなんていうの、こうそのなんとか君と、そう、例えばさ、頭の中で想像するわけですよ。はあ、ですよ。わかります？これ以上は言いませんけども、そういう感じなんですよ。で、頭の中で想像するのは自由なんですよ。自由で、そこの部分の想像力があればドーパミンっていうのが出てくるっていう感じになります。ドーパミンが出ると重要なこれも出てくるっていうところの順番があって、これだから例えば動物の世界ってこれめっちゃ重要ですよね。動物ってやっぱそこら辺で性的興奮がないといけないっていう形になってくるので、それについてその興奮があってエストロゲンが出るっていうのは、まともな順番なんじゃないのかなと思いますよね。なので、何が言いたいかっていうと、その、なんていうの、こう、
頭の中で何考えても自由だっていうことなんですよ。そこら辺めちゃくちゃ重要な話で、そうやって興奮するっていうことが、妊活にもプラスになるよっていう事実を述べさせていただいておりますですね。まあなんかいわゆるその情報空間は自由というなりますので、まあなんかね、いろんな人にこうなんか疑似的な恋愛をするにはまあもう十分いいんじゃないのかなというふうに思います。それであんまりだからそのなんか誰かのファンになったりしたことってないんですよね。だからちょっと正直よくわかんないんだけど、だそういう中で追っかけみたいなのやってみるのもめちゃくちゃなんかいいんじゃないのかなというふうに思います。たまにはそういうドキドキする感覚っていうのもね必要なんじゃないのかなというふうに思います。